ハルル・ハンソンは、フェロー諸島出身のサッカー選手。デンマークスーペルリーガのベイレビー系所属。フェロー諸島代表。ポジションは、ミッドフィールダー。地元フェロー諸島の VB バーグルや HB トースハウンのユースでプレーした後、2008年に同じく、フェロー諸島出身のギリ・ロランソンと共にスコティッシュ、プレミアシップのアバディーン FC へ2年契約で、移籍した。 2010年11月27日のキルマーノック FC 戦でプロデビューを果たした。アバディーン対談後、地元フェロー諸島に戻り HB トースハウンでプレーした、後、デンマーク本土に渡って2013年1月29日にオールボービー K へ1年半契約で移籍した。2014年1月31日にハンソンはオールボービー K から戦力外通告を受けたため、 再びフェロー諸島に戻り、翌月に、ビキングルゴツに移籍したが、同年中に再び、デンマーク本土に渡りベンシュセル FF に移籍した。2016年6月17日に a c ホーセンスに移籍した。2006年より、フェロー諸島代表のユースでプレー。2007年には U-17、フェロー諸島代表として、アバディーン国際サッカー祭に参加し、 U-17 チームとしての初勝利を収めた。2010年10月7日の U-19 クロアチア代表戦では後半37分にゴールを決めて2から2の引き分けに貢献した。2012年8月15日アイスランドとの親善試合で A 代表デビュー。2013年9月11日 2014FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選グループ C のカザフスタン戦で 代表初ゴールを決めた。2015年6月13日には UEFA ユーロ2016予選グループ F のギリシャ戦でゴールを決めて2から1の勝利に貢献した。ありがとうございます。